で、そうすると、はい、そのまあ出所としてはあの根拠はある。はい、はい、もちろん。うん、この生死瞬死矛盾格付けなるワープロ文書には二世承認の誤判がある原本などない。だがこの学会論士は平然と二世承認の反行のある原本があると嘘を言い切った。この誰が打ったかもしれないただのワープロ文書に書かれている内容の真偽は全く不明で、これがそのまま真実の歴史的事実とは全く証明できていない代物であり、極めて怪しいものであるから本来はまともに取り合う必要すらないものである。が、しかし当方はこの時この学会論士の言を信用し、この初見の文書を一応の正史料として受け止め、その上でこれを論じていく。これからの部分は原本がなく、したがってその内容の真偽は不明のただのワープロ文書を根拠に狡猾に論を進めていく学会側の悪辣さをとくと見届けていただきたい。